バラオ級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級。本級はガトウ級潜水艦の改良型であり、第二次世界大戦において運用された艦級の中でも成功した設計の艦級であった。1941年度とその直後に緊急追加して建造されたガトウ級は1942年度にも引き続いて建造される方向で検討されていた。 しかし、艦隊サイドでは、対戦攻撃の進歩を予測して、先手を打ってより深く先行できる潜水艦の建造を望んでいた。折しも潜水艦建造にも使える高長力校が開発されたこともあり、それを使用した潜水艦の設計を進めることとなった。当初は1943年度以降に新設計した上で建造の予定であったが、 ガトウ級の設計図を微修正した上で、船体構造材に高調力鋼を使用した潜水艦の試案の方が、戦力に早く寄与できるということもあり、予定を早めて1942年度間を、この新設計の潜水艦として建造することに決定した。これが、バラオ級潜水艦である。バラオ級は1941年度の追加予算で23隻。 ついで1942年度予算で127隻の建造が認められたが、このうち12隻がガトウ級や天地級潜水艦に振り替えられたほか、HOR エンジン搭載のユニコーン、ベンダースなど18隻が建造をキャンセルし、計120隻が1943年から1947年にかけてバラを級として収益し、著しく建造が遅れた。 造船所の建造艦を除いた101隻が実戦に参加した。1973年に台湾に売却されたタスクは2017年現在も現役として稼働している。前項で述べた通り、ガトウ級とバラオ級の相違は、高張力交採用により試験深度が120メートルに増加し、1944年に深度600フィートで運転できる、 グールド延伸ポンプを採択して先行深度が深くなった。重量増に伴う一部構造の修正という部分が最大の相違であり、その他の点ではあまり変わりがない。環境は初めから突型環境である。並走に関してもガトウ級では途中から改正された水上並走がバラオ級では初めからの標準並走となっており、 艦によって兵装が様々なところや次第に重兵装していく点もガトウ級と一緒である。ガトウ級同様、エレクトリックボート車とマニトワック造船の民間造船所、ポーツマストメア,アイランドの両海軍造船所で建造をされたが、建造数がガトウ級以上に増加するのは明らかだったため、クランプ車が新たに建造所として追加された。しかし、 クランプ社の後員の腕が今一つだったのか、クランプ社建造のバラオ級は総じて後期が伸び伸びであり、しかも工作が不良の感もあった。おまけに一部偽装を海軍造船所でやる羽目となり、担当官に一度バラして作り直した方が早いと言われる始末であった。銅造船所で建造をされたバラオ級の一例を挙げると、ランセットフィッシュは飛行から浸水まで11ヶ月。 その後収益まで18ヶ月かかり、収益後約1ヶ月で自己沈没。引き上げ後14年間放置された上でスクラップされている。こうした経緯からか、クランプ社に発注されたバラオ天地球潜水艦は多くが確認できるだけで以下の6隻が建造中止、発注をキャンセルされている。バラオ級もガトウ級やそれ以前に収益した。 潜水艦同様に通称破壊を行って、戦略物資の輸送を滞らせ、戦争勝利への賭けの立役者となった。また、通称破壊の傍ら輸送船だけでなく、日本海軍の戦闘艦も脅かした。従前の使用法である艦隊作戦への協力は、収益年がやや戦争中期や後期にシフトしたものの、マリアナ沖海戦やレーテ沖海戦に参加した。このほか。 人命救助や物資運搬、スパイ潜入なども幅広く実施したのもガトー級などと同様である。その他、タングは名艦長、リチャード・オカーンを得て、撃沈席数の順位で第2位にランクインしている。もっとも、バラオ級のうちを遅く浸行した艦の何席かは、極端に小さな戦果を上げただけに終わり、また、複数回紹介任務につきながらも、ついに戦果を上げることなく、 終戦を迎えた艦もいる。タングのほかカペリン、シスコ、エスカラー、シャーク、バーベル、ブルヘッド、ケイト、ラガートの軽球石が戦没している。なお、詳細な戦力は各艦の項を参照のこと。ガトウ級同様に戦後、各艦は訓練艦や標的艦として使用され、一部は他国へ供与されていった。 コチーノは1949年8月26日にバレンツ海で監視作戦に従事中爆発事故を起こし沈没した。また、前述のランセットフィッシュと1958年4月29日にスティクルバックが事故で沈没している。アルゼンチンに売却されたキャットフィッシュはサンタフェと海名フォークランド紛争で損傷放棄されイギリス軍によって海没処分された。 また、ペルーに売却されたアトゥルは、パコーチャと改名して使用されたが、1988年8月26日に、カヤオ郊外で、三重県の遠洋マグロ漁船第8鏡は丸と、衝突して沈没。引き上げ後ハルクとして使用された。スポットの更新、シンプソンは、1980年公開の深作、金次監督の映画、復活の日に、出演している。 供与先としてはトルコが目立つ。ありがとうございます。